こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。ミッキーハウスという検索ワードで出品検索してみた。こんな秘密の稼ぎ方があるなんて超びっくりですよ。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。はい。えー、この動画では、ミッキハウスという、ね、検索ワードで出品商品ですね。調べてみましたので、ぜひね、紹介させていただきます。はい。えー、こちらですね。はい。で、こちらですね。えー、ミッキハウスで言ってください。 で、でこちらですね、下に行っていただきまして、ですね、売り切れですね。で、でそうしますと、こういった商品が出てきます。であの、これをですね、ちょっと調べてみたんですけど、新品が多いんですよ、とにかく。で、なぜ新品が合うかっていうことを不思議に思ったんですね。で、大体です、ね、これ衣類っていうのは中古は結構多いんですけど、ミキハウスに関してはとにかく新品が多いんですよ。で、あのミキハウスの商品って高いですよね。なので、まあ、ちょっいろいろ調べてみた結果なんですけど、非常に面白いですね。 まあ結論を出しました。で、それをぜひね、紹介させていただきます。はい。あの、もう簡単に言ってしまいますとですね、あの、まあ、これなんですよね。この、えー、っとですね、アゴトレットってあるんですよ。で、これ見るとわかるんですけど、ミキハウスのね、あのホームページから登録していただきまして、まあ、これ私、先ほど登録したんですけど、この30%なんですよ。はい。で、あの、明らかにですね、メルカリに出品している商品が明らかに安いのでおかしいなと思ったんですけど、こういったね、 ミキハウスアートレットからです、ね、商品を仕入れて売ることができます、はいであの。全部の商品じゃないんですけど、一部なんですけど、まあ、ぜひね、もう本当に安い商品いっぱいあるので、ぜひ、ね、ミキハウスの商品をここで購入していただいてです、ね、メールからで売っていただければお金になりますので、ぜひね、試していただければいいかと思います。LINE、はいはいえー、登録お願いします。LINE 登録していただきますと、えー、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアルプレゼントします。ニックネームカスタンプお願いします。 はい、あとですね、YouTube は質問ですね、一切受け付けてません。LINE や登録によろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。